え、怖い怖い、めっちゃ怖いんだけど、これマジあるんちゃう。スタッフの番なんですけど。あ、どうぞ、はい、いや、ダメでしょ。どうも、カイサックです。さあ、今日なんですけども、視聴者さんが勝手に家に来ちゃった時の練習をしましょう。やっていきたいと思います。どういうことですか、これ。でも、とはいえやっぱ有名 YouTuber の方とか、はいはい、よく動画上げてるんですけれども、まあ見たことあるよ。あります。あるある。視聴者さんが勝手にうちに来ちゃって、うん、とっても困ってるよっていう動画があって、うんうんうん、でそのいつ来るかわからない、うん、ともだから来た時のために今のうちにその対処の練習をしておきましょうということでございます。で、入れてあげたらいいんじゃないの。いやだからカジサック、そうでしょ。入れてあげたらダメなんですよ。なんで。いや、勝手に来てるからなんですよ。あー、人的にってこと。プラス、やばいやつかもしれないじゃないですか。あー、なるほどね。みんながみんな、来る人がいい人じゃないかもしれない。そうですよ。でも貴重な意見聞けるチャンスやったりするんじゃないの。かもしれないけれども、うんうんうん、だって勝手にまず来てる時点で、うん、ちょっとやっぱ危ないですから。あー、その対処法を習うってこと。だからカジサックはもう元気満々だったじゃないですか、今。うん、全然俺なんとちょっとワンチャンおもろいな思ってた。もう何かあってからじゃ遅いんで。え、それって何かある可能性が結構あるってこと。俺ほんまに分かんなくて、その辺が。いやだから、うん、動画とか見たことある、うんうんうん、ある。家真似てる人も、うんうん、見たことないやん、うんうんうん、あちゃんと聞いてますか。聞いてる聞いてる聞いてるよ。全然聞いてるねんけど、なんせ、ちょっと整理しましょうよ。はい、トンボさん曰く、はい、うまく対処をして、はい、帰ってもらうと。そうです。いくら危ない人でも、うん、まあ、応援してくれることには変わりないじゃないですか。そうよね。だから、帰れなんていうのはおかしいでしょ。あー、そりゃそうかもしれない。だから、傷つけないように、うまいこと、帰ってもらうっていう練習です。なるほどね。はい。で、ワンチャン、うん、うわ、めちゃめちゃええ人ちゃう、これってなったら、ダメです。あー、そうか。ちょっとほんまにわかんないけど、ちょっとやってみようか。じゃあ、練習。練習です。で、来てしまった時の練習。はい。じゃあ、本日それやっていきましょう。お願いします。さあ、ここからはちょっとトンボさんに協力してもらうんですけど、はい。じゃあ、トンボさんが、はい、勝手に来ちゃった視聴者さん役で、はい。で、僕が対処するカジサックで、ここを玄関の、はい、手にしましょう。はい。で、こうですよ。はい。僕がいます。視聴者さんが勝手に来るってことは、はい、ここで。はい。もしもし。あ、こういうことですよね。はい、そういうことですね。はい、もしもし、みたいな。で、ここで僕がやり取りする対処法を、そういうこと。今日ちょっと僕学んでいきたいと思いますんで。はい。じゃあ、早速、やっていきましょうか。はい。すいません。はい。僕はカジサックのファンなんですけど。あ、どうぞ、はい、いや、ダメでしょ。え、じゃあ開けちゃダメですよ。いや、だってカジサックのファンやっちゃ。じゃあ開けたらダメなんですよ。じゃあ嬉しいのよ。いや、嬉しいのよじゃないんですよ。え、どういうこと。いや、何してるやつか分かんないんですよ。あ、そうか。そうですよ。そんなのにいきなりバッて開けたらダメでしょ。ただただ僕のファンなだけであって何してるか分からへん人やからな。そうですよ。それ聞かなあかんな。いや、それはそうですよ。失礼しました。はい。はい。あ、すいません。はい。僕はカジサックのファンなんですけど。マジっすか。はい。何されてる方ですか。大学生です。あ、どうぞ。いや、ダメでしょ。なんで開けちゃうんですか。いや、だって大学生の人やったら別にいいでしょ。いや、大学生でもやばい大学生かもしれないじゃないですか。なるほどね。普通の大学生が来ないですよ、だって。普通の大学生来ないかな。いや、来ないでしょ。そうか。勝手に来てるんですから。すいません。はい。来たかも。はい。すいません。怪しい。はい。カジサックのファンなんですけど。マジっすか。はい。すいません、何されてる方っすか。大学生です。大学生。はい。なるほど。こんなこと聞くのちょっと申し訳ないんですけど、はい、あなた、やばい人ですか。いや、やばくないです。あ、じゃあどうぞ。はい、ダメでしょ、だから。ダメなんだよ、だから。なんで、なんで。やばい人じゃないって言ってたじゃん。違う違う違う。やばい奴が自分でやばい奴ですとは言わないんですよ。嘘つくパターンだ。嘘つきますよ、だって。どうしたんや。いや、だからもっと会話をしてください。ちゃんともっといろいろ話せば、うん、どんなやつか大体分かってくるんで。あ、なるほどね。ちょっと早すぎんねや。もう早すぎるし、大丈夫なやつっていうのを僕は認めるのが早すぎて。そうそうそう。もっともっと会話して、その人がどんな人なのかって聞いたりとかね。そうですね。なるほど。はい、わかりました。はい。来たかも。はい。
すいません。なんでしょう。僕カジサックのファンなんですけど。え、マジっすか。はい。本当にファンっすか。本当に大ファンです。マジっすか。はい。何やってる人っすか。大学生やってます。なるほど。はい。やばい人っすか。全然普通のやつです。やばくないです。あ、普通のやばくない大学生っすか。そうです。なんで来たんですか今日。いや今日どうしてもカジサックの家に入れていただきたくて来たんです。でも、はい、それは、はい、気持ちはありがたいけども。はい。いきなりやっぱり勝手に来るっていうのは、はい、どうかなと思うんだよね。いやそれも十分分かってるんですけど、うん、どうしても解釈の家に入れていただきたくて来たんです。いやまあ気持ちはありがたいんだよ、本当に気持ちはありがたいんだけど、ここでもしあなたを入れてしまって、もしよ、はい、あなたが普通の人って言ったけどそうじゃなくて、はい、なんか武器とか持ってて僕がこれ開けて、はい、いきなり攻撃とかされた日にはたまったもんじゃないけどね。そんなことは絶対にしないです。絶対にしない。はい。神に誓う。神に誓います。どうぞ。バカ野郎。騙されるな。なんで、なんで開けちゃうんすか。だって神に誓ってたで。誓いますよこんなヤバいやつは。俺今のは開けたな。いやもうなんですぐ開けるんすか。いやダメ、もっと上手に促してください。帰らすように。もう帰らすように。いやもちろんそうですよ。なるほどね。そう、まあ入れないっていうだけじゃなくて、うん、帰っていただかないといけない。難しくないだけど帰れとはダメですよ。あーそうか。そう、言い方大事やな。言い方大事です、言い方大事です。じゃあもうこれラスト頼むわ。もうこれ本当にラストです。ラストでお願いします。はい、すいません、すいません。もうあこれがある。怪しい。はい。すいません。なんすか。僕カジサックのファンなんですけど。マジっすか。はい。何やってる人っすか。大学生です。大学生。やばい人。やばい人。めちゃくちゃ普通のやつです。めちゃくちゃ普通か。はい、そうか。全然ないです。なんで来ちゃったの。いや今日、うん、カジサックの家に、うん、どうしても入りたくて来たんです。いやどうしても入りたくてじゃなくて、それは勝手に来ちゃダメでしょ。いやでも、いやでもじゃなくて、わかるでしょ、勝手に来ちゃダメでしょ、これは人の家でしょ。いやでも本当に、うん、僕ファンで、うん、で本当来たかったんですよ。いやわかるよ、そのありがたい。じゃあまず言うわ、ありがとう、はい、ファンっていうことは受け止める、はい、それはありがとうなんだけど、やっぱり勝手に来ていきなり僕も、はい、カジサックの部屋に入れることはできないから、はい、申し訳ないんだけど、はい、一旦帰っていただけないですかね。どうしてもダメですか。そうね、何で来たの。電車で来ました。あ、電車、はい、だったらちょっと電車で帰っていただく形になるんだけども、はい、君は大学生だって。大学生です。もしもさ、はい、君が同じことされたらどう思う。あ、自分の家に来たらってことですか。それ以外ないだろ、バカかお前は。なんでそんなこと言うんですか。いやいや違うんだよ、わかるだろ、大体君が大学生で一人暮らしかな、はい、そこに君のことが大好きなんだけどって言って、どうもどうもって、大学生さん家入れてもらっていいですかって言われたらどう思う。確かにちょっと嫌だかもしれないです。そうだろ、はい、だったら今はいつか、はい、僕カジサックと道端で偶然会うかもしれないじゃないですか、はい、ね、はい、だからその時のためにさ、楽しみは置いといて今日はどうかお引き取りください。わかりました。じゃあ、うん、もう今日は帰るんで、うん、その前に、うん、トイレだけ貸してもらってもいいですか。あ、いいですよ。バカ野郎。騙されるな。どういうことよ。トイレを貸してあげた方がいいよ。ちょっとでも入れちゃダメなんですよ。もう無理だな、本当に。何だってトイレやで。だけどその一歩入ったらもう終わりなんですよ、これこれで俺がこうだったらどうしますか。あー、それは困る。そうでしょうか。だから練習してんだよ。でもさ、はい、トイレにもちょっと大小があるから、ちょっと大小の分だけ。なんすか、大小。なあ、なあ、もう帰ってくれよ。わかりました。何、諦めて帰るんで、うん、ちょっとトイレだけ貸してもらっていいですか。トイレ、はい、大小どっち。大です。大はダメ。すいません、間違えました。小です。どうぞ。なんで小だったらいいんだよ。なんで小だったらいいんだよ。小はったらやろ。なんで大はダメで小だったら開けちゃうんすか。ちょっともう無理だわこれ。もうちょっと難しいな。無理無理、もう絶対入れちゃいますもん。
いやでもな、お前がうますぎたんちゃうかな。いや、うますぎたんじゃないですよ、別に。あ、そう、こんな人来るかもしんないですよ、本当に。でも気をつけなあかんなんじゃん。いや、本当に危ないから、本当気をつけてください、本当。ちょっとほんまに、まあ逆にね、来ていただけるのはありがたいって言ったら、あれなんか、だからダメですよ。来ちゃダメなんです。ダメです。まあまだ来たことないですけども、今後ね、今後来ちゃダメっていうことね。はい、すいません、来ちゃったら僕入れちゃう可能性があるから。もう絶対来ないでください。ほんまに、はい、お願いします、お願いします。回してやばい嘘やん、やばいほんまにあるんじゃん、これ今誰も出ないですよ。今ね、誰か今ちょっと打ち合わせしてたんですけど、ピンポーンって来たんですよ。誰も出ないこれ。この間練習やってた、やばいほんまに視聴者さんありえるんじゃん。ほら来たえ、マジで。だって人なんて来んやろ。怖っ。ちょっと待って、マジ行ってみる。行ってみましょう。え、怖っ。ちゃんとしてくださいよ。マジで、はい、これタオルやめてた方がいい。え、怖い怖い、めっちゃ怖いねんけど。これマジあるんちゃう。マジで怖いマジ。え、めっちゃ怖い、見て、え、絶対そうやって。うわ、誰かいる、うわ、怖っ。いる、めっちゃ怖い。うわ、怖い。これほんまに、あれちゃう、ほんまに。ほんまに視聴者さんちゃう。ちょっと、やりとりしてみる。はい。ほんまにあんねや。あ、はい、どうしました。僕、ファンなんですけど。うわ、ほんまや。え、はい、中入っていいですか。あ、はい、どうぞ。いや、ダメ皆様、何卒ご登録の方よろしくお願いします。できたら Twitter のフォローもお願いします。またお会いしましょう。